マッソゲームズです。はい、皆さん、今回はですね、こちらモンスターハンターライズパート2やっていきたいと思います。まだパート0と1見てないよという方はですね、再生リストを作ってますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。まだ作ってないけどね、これから作ります。で、今回はですね、緊急クエスト、緊急クエストって簡単に言ったら、ストーリー的なやつなんですけど、そのクエストを、やっていきたいと思います。だいぶね、どういう風にプレイしていくかっていうのが分かってきた。はい。ので、ちょっとやっていきたいと思います。で、行く前に、ここで新たな商品をちょっと買っていきたいと思います。アイテムポーチじゃなくて、アイテムポーチに回復薬を10個、お買い上げ。オーダルとかいっちゃう？オーダル爆弾いっちゃう？トラップツール、こんなもんかな。はい、初買いかもしれないですね、これね。大体あるからいっか、こんな感じで。で、武器はですね、まだ変えてません。では、ここに行こうかな。緊急クエスト。で、これ、僕のこのね、ようやく星3クエストが行けるようになったので、このアケノシルム1頭の狩猟に行きたいと思います。正直、武器大丈夫かなっていう、怖さはあるんですけど、装備詳細ね。ほら。こんな感じで1111って、レア1なんだけど大丈夫かな？怖っ。はい、ということで向かいたいと思います。てか武器ってどこで買えるんだ？クエスト出発口でしょ。まだ武器買えなくてもなんか普通にプレイできるから、はい、武器変えてません。ていうかストーリー進まないとあれなのかな、まだできないのかな。ただ、操作だけはちゃんと慣れたので、はい、今回はですね、かける虫などもうまく使ってプレイしていきたいと思います。わぁ。これよびと、おゆだめさるの。見開けば血を滅ぼすぞーぞー。キヤーってことでいきましょう。怖いよ。携帯食料なんだけど、一応持っていって支給用携帯食料で体力上げての、いくぜー。ちょっと違う、ハテナの右上の方ですね。よし、いっそいるっぽいので、そっち向かいたいと思います。よーし、行くぞー。ぴょんぴょん。なんか結構スピード感あふれてやっぱ楽しいですね、双剣ね。人によって、太刀とかさ、ハンマー的なやつとかださ、いろいろ使ってるんでしょうけど、僕はやっぱり、双剣がいいです。どれどれ？骨塚。この先っぽいですね、いるのね。果たして。どんなやつなんだ。いたー。ザーザー。ほらー、これでどうだ。早速容赦なしだ。よしよしよし、危ない。どんな攻撃してくるんだろう。炎か。ほら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 、ソーキンマスタージャイ。あー、うわ、強っ。一発のダメージ半端ないんだけど。
驚きのダメージ、やば、あは、嘘、気をつけろ、やばい。これさ、やっぱさ、装備まださ足りなかったね。あ、なんかモンハンだなって思ってきました。当たり前だけど。あ、危ない。来るぞ。何が来るんだ。ハンターの誇りにかけて。よし、かける虫の攻撃、容赦なしだ。接中不思議。よし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 、いいダメージ与えてるよ。オッケー、ナイス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 、いいよ。うわー、やばい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 、ダメージがでかい、危ない危ない。これでも食らえ。くそ、外した。こっからの、よし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 、これはね、時間差でちゃんとダメージ与えられるから。よしよしよし、ほらね、今みたいな感じで。よしよし、落とし物、あぶね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 、体力が体力が、あぶね、あーほーん、あぶない、今マジで危なかった。なんで今回れ右したの、回れ右からの、おっと、飛んだ飛んだ飛んだ、どっか行っちゃった。これで元通り、悪くないですね。ただ攻撃がやっぱ一発一発が大きい。まだ持ってないですけど、飛躍とかで HP のさ上限上げてから戦いたいところだわ。で、上かな、これどっちだろう。ちょ、こっちから向かいましょうか。よしよしよし、体力の上限が上がっていくぞ。お、ふふふ、いや、今鉱石取ればよかった。まあ、いっか、今回は倒すことに注力しよう。何かいいものは、キノコ、よしよしよし、この下あたりかな、いたー、あ、いいじゃん。ちょっとこっちを攻撃して総流っていう手もありだね。総流でっていうか攻撃強いんだけど、マジで蜂蜜蜂蜜、よし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 、あ、大体爆弾、いつでも起爆できるぞ、ほら来い。おー、戦い合ってる戦い合ってる、こっち来ないかな今。あ、総流できた、ラッキー、いくぜ、おら攻撃じゃ、おらおら、おら攻撃しろ、強い強い強い、おらおらおら、いけ、もう一丁、決まった。お、総流、ダブル総流、いいね、いざ総流、おらおらおら、じゃんじゃん攻撃してくれ。よし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 、ダブルで倒せちゃう、すげえ、おら攻撃やばい、おら、攻撃したいんだけど、アイテムもったいないから取ろう。よし、
やべやべやべ、攻撃しようぜマスオ。おら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 、おお、やばい、もったいない、もったいない、これ取ろう取ろう取ろう、よし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 、来いこっち、来ない来ない来ない、よっしゃー、はあ、どうや80クラッシュだぜ、この技にかける、500円したぞ、まだまだ、いや、嘘、力尽きた、今の一瞬でやられちゃったの僕、強い、え、早っ、マジであっという間だったんですけど、強強の強だわ、そんな僕食らってたっけ今、向かうぜー、いやちょっと余裕かなーとかちょっと思っちゃった自分を叱りたいですね、あこれいったわなんて思って、あもう倒しちゃったかなーなんて思ったもん一瞬、よし、お供がいると心強いな、よし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 、うめそー、回復薬グレード、あー危ない、回復なくなっちゃった、うそー、回復ないもんな、閃光弾使うか、うわー、やばい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 、おお助かったさっきこれに回復薬なかったっけ、やばいですね僕、絶望的にもうピンチ、あた、なんか置いてくれてるな、あよかったよかった、あれ飲む、あそこに行けばこれ使えばお供が置いてくれたやつだね、全回復するからとりあえずこれでいけるでしょ、よーし、あとは攻め続けや、確か薬草、これ薬草、よし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 、回復薬もう一個二個ないかな、薬草、いやなんかこの音がいいね、コー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 っていう、もらった、お、これはHP がちょっと多くなるってやつか、戦いやってる、おお V 破壊いきなりした、ちょっと体力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 、おお、よしよし、危ない、ダメか、閃光弾失敗、飛んでる時にやればよかった、うわー、なくなっちゃったじゃんここ、やばい、やばい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 、体力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 、一回逃げて体力戻して、よしもう少し、よしこの状態だったら、覚悟はいいか、よしもう一息、もう一息、全身全霊、よしいける、いける、ここで行くぜ、
そ逃げないでくれ。あと一歩で枯れる。お、ちょっと取ってんの取ってんの。よし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 、あとちょっとですね。これで元通りだ。あぶねえ。どこまで行ったんだろう敵。よしよし乗って逆か、こっちに行ったのか、こっちに逃げた。お、へえ、こっから上上がれたんだね。いたー、かわいそうだけど。ほら、うふぅ、起源番長。あーやばい。よし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 、あとちょっとや。ありがとう相棒。これやばい、ぐわっと来てぐわっと来る。おお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 、あーやばい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 、回復薬がなくなりました。ここに来てますと回復薬がなくなった。そしてなんかある、運搬開始。ウルノスが、あ、ウルノ、いや違う、運搬開始したじゃない。ちょっとちょっとどうしよう。あー竜の卵がって言ってるけど、ごめんよ竜の卵。ただ今の仕方なくないか、竜の卵とか言ってる場合じゃないんだよ今。やばい、一発食らったらやられる。危ない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 、やばいやばいやばい、ピンチ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 、危ない。また逃げるのか。よしよしよし、これでどうだ。よし、総理すべてをぶつける。よし、低リスクで攻撃を与えていく。よし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 、危ない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 、うまくやったうまくやったうまくやった、危ない。今の食らってたらやられてたんじゃない。あー違う、攻撃しちゃった。しゃー、 OK、 逃げろ逃げろ、あー危ない。よし、いけ、ドーンと倒せ。よっしゃー、最後決まった、竜の卵。いやーびっくりした、よかったんじゃないですか。剥ぎ取って剥ぎ取って火炎袋からの、お、くちばし、鱗、結構良さそうなのがね、わかんないけどゲットできたね。しゃー、おほほー、すごいよね今のさ、完全にスパイダーマンだもん。どうどう、この双剣術。はい、ということで、無事倒すことができました。狩猟の道に終わりなし、終わりなし、クエストクリアーで、いろんなのがゲットできました。レアが44444とかありますよね。そうだね、すべて受け取る。で、お供レベルが7になりました。はい、ということでこれで一応緊急クエストがクリアできたんですけど、レベル3のこれでクエストに臨めるようになったのかな。おおお、餅つきビョンビョンしてるけど戻ったか。マスオ、よくぞ明けのシルムを狩猟した。それにしても大社跡が騒がしいな。里の皆も幽霊だなんだと噂になっているということで、
これで、レベル3のクエストが受注できるようになりました。イエーイ。ちなみにレベル3はですね、僕がパート0ですね、パート0で紹介した結構強いやつ。ほら、うわー、クルルヤックとか懐かしいな。あれどれだったっけ、結構厄介なやついたんだけどな。フルフル、あれどれだっけ、ボルボロスじゃないよな、ボルボロスだったっけ。なんか結構またいろいろできるようになったので、はい、こちらも行きたいと思います。多分また緊急クエストかな、動画にするかどうかわかんないですけど、はい、ということで皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次までに武器揃えておきます。揃えられたら、はい、ということで以上マスターゲームズでした。バイバーイ。